死ぬたびにラッキーすぎるだろ。皆さんこんにちは、イメゾーです。今回はサマータイム連弾について語っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。このチャンネルでは普段アニメの感想や考察、たまにゲーム配信もしておりますので、ぜひぜひチャンネル登録してから見ていただけるととても嬉しいです。はい、ということでね、ついに始まりましたサマータイム連弾。ちょっと1週間遅れてのね、春アニメ参戦ということで、今期ジャンププラスが強すぎんだよね。まあサマータイム連弾もそうだし、スパイファミリー、アハレンさんってね、もう全部面白いですよね。まあ、前期のね、週末のハーレムのことはね、ちょっと皆さん忘れてもらって、今期からジャンププラスが、猛威を振るってますよっていう状況なんですけども、このね、サマータイム連弾もね、まあ面白い。まあちょっとあらすじ簡単に言うと、その幼馴染が死んじゃって、2年ぶりに自分の故郷である島に帰った主人公なんですけども、そこではね、影と呼ばれる謎のフード病みたいなものが、その風土病が幼馴染の死と関わっていて、いろんな事件に巻き込まれていくループものの作品なんですけども、まあ気になる点がね、1話からすごい伏線というか考察しがいのある内容で、いやめちゃくちゃ楽しい。もう見てても楽しいし、考察するのも楽しいっていう、こういうアニメをね待ってました。もちろんね、自分はあの原作読んでません。全くね情報入れてない状況での考察となりますので、そこら辺はねご了承くださいということでね、早速気になる点をね、順番に解説と考察していきたいかなと思います。まず1つ目、主人公の目の色なんですけども、この主人公の目の色がね、左右で違うんですよね。水色、青の、オッドアイになってるんですけども、これね写真を見る限り、その子供の頃は普通の目なんですよね。で今はそのオッドアイになってるんですが、そのことについて他の人は全く触れてないんですよ。久しぶりに会った妹のような子とか友達とかね、いろんな人と会ってるのに、その目のことね誰も触れてないということは、多分この目の色に関してはその主人公にしか認知してないようなものだと思うんで、なんなら主人公も気づいてないのかもしれない。俺らにしか見えないこの目の色で、他の人は見えてないような感じがしました。2つ目、なぜ牛尾がすく水なのかっていうことなんですけども、これね、あの本編の過去回想とか全くすく水の描写ないんだよね。一回もすく水の描写ないのに、なぜか主人公の前に出てきた、まあ、夢の世界なのか分かんないけど、牛尾はすく水だったんだよね。これっていうのはなんでかっていうと、主人公がその牛尾に対してのイメージがすく水が一番印象が強い、ものだったんじゃないかな、服装に関して。それか主人公がすく水がめちゃくちゃ好きか、牛尾のすく水姿がめちゃくちゃ好きすぎて、主人公にはそういう姿の牛尾が現れたんじゃないかなと思います。そして3つ目、牛尾が言ってた私のことを見つけてよ、ミオのことを守ってねっていう言葉なんですけども、この私のことを見つけてよってことは、この死体がどっかにあるってことだと思うんですよ。で死体がどこかにあって、その死体を探してほしいっていう願いもある。でも葬儀の時に牛尾の死体があったんですが、ってことはあの死体はフェイクである可能性がすごい高いと思うんですよ、うん。そしてミオのことを守ってねってことは、自分が殺されたっていうことを分かっていて、その次にミオが危ないと知っていたからこそ、このミオのことを守ってねっていう言葉が出たんだと思います。このミオのことを守ってね、私のことを見つけてねっていうことがね、すごい一番重要な、伝えたかったことだと思うので、うん。4つ目、誰かと電話してるね、あの巨乳メガネのお姉さんなんですけどね、あの主人公と一緒に船で乗船して島に来たんですが、そのお姉さんがこのミオと主人公が歩いてるその路地裏みたいなところで電話してんだよね。でその時に電話でそれを持ってきてほしいって言っていたんですね。ってことはこのお姉さんっていうのは一人で動いてるのではなく、何か組織的なグループで動いてると、予想されます。でこのお姉さんっていうのは多分影の存在を知っていて、その影を研究するために、対処するために、どっちか分かんないですけど、まあ、影の件でね、この島に来たっていうことは間違いないと思います。でそれを持ってきてほしいってことは、その影に対応する何か道具があって、それを持ってきてくださいっていう話だと思います。5つ目、ミオちゃんなんですけども、初登場の時に自転車でね、こう坂から下ってきて海にダイブして島パンを見せて、可愛く照れるっていうシーンがあったと思うんですけども、あれ、ね、多分島パンわざと見せてますいやありえないでしょ、だって多分よくね走り慣れてるとこだと思うよ、自転車で。そのところをね、あのブレーキ
しなかったか忘れたかし忘れたか分かんないけど、あんなにダイナミックにね、あの自転車こけるってことはまずないと思うので、あのラッキースケベ的な島パンを見せるようにこの訓練してたんだと思う。あっこで何回も練習して、その主人公が来ることを予想、いつか来ると思って、そういう練習をしてた。島パンが一番可愛く見せられるシチュエーションというのを自分で考えて練習してたんだと思います。6つ目、ミオンちゃんが言ってた、最近知ってる人でも知らん人に見えるっていう、ボソッと言ってたんですけども、これイコールすでに島の中が影だらけになってるってことだと思うんですよ。この時にすでにめちゃくちゃ怖くないですか。この島みんな優しい人だと思ってたのに、もうすでにね、入れ替わってて影がはびこってるっていう状況からもうスタートしてるんですよ。で7つ目、葬儀中のフラッシュなんですけども、まあ、あれ結局誰がやったか分かんなかったんですよね。葬儀中に誰やフラッシュしたのみたいな感じになってたんですけども、まあ、誰もするわけないじゃないですか。であのフラッシュっていうのは多分あのフラッシュによってこう光った時に誰かの影が発生してしまった、作られてしまったっていうパターンが考えられるんですけども、その誰が作られてしまったかっていうと多分新兵の影だと思うんですよ。なぜかっていうと、新兵のその知らないところで新兵を見たっていう酔っ払いのおっちゃんがいたんですね。酔っ払いのおっちゃんが、今朝方お前を見たぞって、お前お姉さんを探してるって言ってたよなって言ってたんですね。だからここに何かね、人為的な意思みたいなのを感じるんですよ。あの場でわざと新兵の影を作った誰かがいるんじゃないかなって思いました。8つ目、牛尾が死んだ原因っていうのは、女の子が海に溺れていて、それを助けたんだけど、牛尾だけが死んでしまったっていう話なんですけども、すごい違和感を感じるんですよね。だって女の子を助けられたのに、なんで牛尾だけ助かんなかったのかって、そこまで言ったら牛尾ちゃんも助かるべきだし、牛尾ちゃんも女の子も助かんなかったならわかるんだけど、女の子が助かってね、牛尾ちゃんだけ助からずに、しかもそこに友達と、ミオちゃんもいたって話じゃないですか。明らかおかしいんですよね。しかもこの話を知ってるのも数人だし、この話をしたっていうのが友達なんですよね、ミオちゃんじゃなくて。だからミオちゃんの話を聞いてないので、この友達がすでに陰で主人公に嘘ついてるっていう可能性がすごい高いと思います。あと首を絞めてるっていうのも、だからこの友達の陰がついてる嘘だと思います。9つ目、自宅を眺めるミオが映ってたんですけども、あれはもうすでに影のミオだと思うんですよね。そしてその後警察が、あれミオちゃんなんでこんなところに自分の家ぼーっと眺めてるのみたいな絡みに来たと思うんですけど、あの時すでに警察は殺されて影になってるんだと思います。そして影によって拳銃を取られて、最後のシーンの拳銃を持ってることになると思うんですよ。あれはもう完全に警察の拳銃なんですよね。しかもあのお店に来た時の昼のランチを食べに来た時の警察、あの警察ホルダーに銃がないように見えるんだよね。10個目、泣きつくミオなんですけども、このお姉ちゃんを殺したやつを許せないって言って主人公に言ってたんですが、ってことは殺されるところを見ていたってことなんですよね。やっぱりここでさっき言った友達との話が食い違ってるように思うんですよ。友達はね、さっき言った通り女の子を助けたけど海で、溺れてしまって死んでしまったって言ってたんですけど、このそうだとしたらミオは殺してるところを見てるわけないんですよ。で多分この友達の話とミオの話から考察するに、多分海で遊んでたのは本当なんですよ。海で遊んでたんだけど、多分この女の子が誰かに殺されるのを見て、それを牛尾が助けに行ったんですけども、そこで牛尾も殺されてしまう。でそれを見たミオは逃げて自分のせいだと思い、言えずにいる、そういう状況だと思います。11個目、店に来る警察なんですけども、その時に、まあ、さっきも言った通り警察官もすでにあの銃を取られていて影に殺されている、まあ多分影なんですよね。警察はすでに影 でしかも小林、その女の子の家が全員失踪してしまった、家族が消えてしまったって言ってたんですけども、これもね、まあ、確実に影に消されたと思います。それでもうすでに影の警察はそのことを知って飛び出していったあのミオと主人公に対して下打ちをするっていう、本当の警察だったらね、ここで下打ちする理由がわからないので。12個目、漁師のおじさんが言ってた言葉なんですけども、影の病で風土病、戦前はよくあった、で最近また出始めるようになったって話なんですけども、戦前はよくあったってことは、戦争のために何か作られた兵器的な人為的なものなんじゃないかなって、やっぱりね、人の意思的なものをね感じるんですよね、どうしても。でもこのおじさん自体も話は知ってるけど、まだ生きてるってことは見たことないっていう話なんですけどもね。
13個目なぜお姉さんは影に殺されてしまったかっていうことです。この影っていうのはその同じ自分の影を見たら自分が殺されてその家族も殺されるって言ってたのに、お姉さんっていうのは影を別にミオの影とさ家族なわけでもないじゃん、自分の影でもないし、だからそのルールで言うと殺される意味が分かんないんだよね。なんで殺されたかっていうと、やっぱりお姉さんが影の存在を知ってて影について調べようとしていた存在だったから、だからお姉さんはそんな影にバレてしまって、しくじったかっていうセリフを言って殺されたんだと思うんだよね。まあ、多分見られたくないものを何か見てしまった、その口封じで殺したんだと思う、もし影が本当に自分の同じ人をただ殺すだけの装置的なものだったらそんなことしないと思うので、完全に口封じとしてお姉さんを殺してますね。まあ、死に際に、ね、お姉さんが主人公にこういいかよく聞けあいつはって喋ったんですけども、これがね主人公に最初から言うつもりだったのか、はたまたたまたまそこの死に際に目の前に主人公がいたから喋ったのかっていうのはね、まだここでは分かんないので、こっからね主人公とお姉さんのなんか絶対つながりあると思うんですけどね、楽しみにしていきたいと思います。最後14個目ループの力ですね。これなんでループしたかっていう話なんですけども、まあ、多分牛尾からのなんか何らかのプレゼントなのかなって思うんですよね。でそのプレゼントと青い目っていうのが絶対関わっていて、主人公もともと黒い目だったのに、この後ろのその冒頭のシーンで多分青い目をプレゼントされたんだと思うんですけども、そうなると多分後々ミオもループの力目覚めるんじゃないかなって可能性ありますよね。めちゃくちゃワクワクで、最終的に2人でループするみたいな話になったらすごい激アツ展開ですよね。はい、ということで以上気になる14点でございました。いかがだったでしょうか。まあ、初見なりにもね結構いい考察できたんじゃないかなとね、自分でも思っております。まあ、こう話をね自分の中で整理してた中でやっぱ一番今のところ怪しいのがあのメガネのお兄さんだと思うんですけども、皆さん誰が怪しいと思いますか。よかったら、ね、コメントでぜひぜひ皆さんで語り合っていきましょう。ということで以上で動画終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。